こういう人ですね。こういう人ですね。みたいなね。はい。トルネード。トルネード何それ？トルネードの舞。舞。こんにちは、白黒チャンネル中2です。 GGG チャンネルの味噌汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブ X ビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はですね、はい、浮遊大陸の、ボスをこちらにちょっと縛りプレイで皆さんが挑戦しやすいような、まあ、編成というかね、はい、あの装備とかで、味噌ちゃんが挑戦していただきたいと思います。じゃあ今日はどこ行くんですか？はい、今日はですね、暗黒空間仲間と共にの、混沌の闇1回目の戦いですね、はい、に、トラマスなし、こういう人ですね、こういう人ですね、みたいなね、はい、にトランストマスターがなし、あで星6のユニットがなし、お星5まで、あの星6に育たない子だけで、なるほどなるほど、はい、あとフレンドなしで、なるほど、行きたいと思います。すごい、めちゃ縛りプレイですね。そうですね。まあでも、はい、これを見て、まあ、今ね結構その BE 始めたっていう、最近始めたって方も結構報告よくいただくんですけども、はい、まあ、どのキャラ育てたらいいのか分からない、うん、まあ、星5の回数のキャラはね育てた方がいいっていうのは分かるんですけども、他のキャラがねどのキャラ育てたらいいか分かんないって方結構いらっしゃると思うんですけども、うん、今回みそちゃんが使う、まあ、星5のね星5止まりのユニットは結構ねイケてる子、結構私すげーってなった今回調べてね、自分で、はい、なんで、はい、ちょっと参考にしていただければと思います。では行ってみそし、ではですねこちらのパーティーで挑んでいきたいと思います。さくらちゃんはですね前回チューニーちゃんがやったようにこちらの防御結界をアビリティ覚醒2までしております。はい、でですねやっぱ特殊なのがティムさんはバハムートの回で使ったんですし、シャントットは前回のベヒモスですし、シャントットも前回使ったんですけど、今回やっぱローゼリアがね、はい、お目にかかる方、初めてお目にかかる方もいるんじゃないかなと。でもローゼリアさんは初期の頃のもうヒーラーもう第一、はい、ケアルがローゼリアさんしか使えなかった。そうなんです、リリース当初ケアルが唯一持ちですからね。何ヶ月かは本当にローゼリアさんに一辺倒でしたからね。はい、私は持ってなかった。そんな持ってなかった。難民だったね、ケアルが難民、ケアルが難民です、ね、はい、そんなローゼリアさんに今回は活躍してもらおうと思います。活動していきましょう。まずケアルが、はい、アビリティ学生2までして MP の、ね、コストを下げております。はい、はい、ではこちらのローゼリアさん、ケアルがアビリティ学生1回するとなんと回復力がアップして、うん、もう1回すると MP がね、なるほど、少なくなります。まあ、その初っ端はやっぱり小石少なめだと思うんですけども、多分キャラが1回ぐらいやったらね多分できるんじゃないかなと思うんで、はい、まあ、1回でもやっとくと多分全然ね違ってくると思いますね。はい、はい、では特集祈りもこちら2回しておりまして、まあ、普通の祈りは味方全体の HP を確率で回復なんですけど、はい、そうですね、これが2回することによって MP も確実に回復するようになります。確実、確率が確実になります。確実になります。そして MP3 コストで30、すごい MP が回復します。すごいよ。なので、まあ、星5縛りってなるとどうしてもね MP がバーンスがかかって MP がってなると思うんですけど、はい、こちらの、祈りを覚醒することによって MP も回すことができます。なるほど、では挑んでいきたいと思います。ではまずは敵のターンから始まります。魔の闇をまた、何それ、混沌の闇。3回目だから事前このくだり3回目だね、はい、結構ちょっとやり直ししておりますけども、結構ね難易度がやっぱ高いんで ね、ちょっと一手のミスがね後々の本当、そうなんですよ、あれにつながるんで気をつけてください。真剣、はい、に行きましょう。はい、真剣に行きます。はい、ではですねまずはこれベヒーモスとねちょっと似てるんですけど、はい、闇の魔の闇の魔をまとう、魔の闇をまとう、なんかそんな感じ、魔の闇をまとう、なんかまとったら、闇をまとったら、そうなんですよ、交代します、その物理と精神とかのこのね、なるほどね、このセットがベヒモスと同じように、うん、攻撃で攻撃してくるときと、まあ、魔力で魔法で攻撃してくるときが交互になっていて、はい、その時に合わせて、精神が下がるのと防御が下がるのも、うん、こちら交互になるので、そうなんですよ、今回魔法家なので精神が下がってるときじゃないと攻撃ができない、おということで今は耐えるターンですね。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。ナイス解説、もう3回目にもなるね。慣れてきますよ、だんだん慣れてきましたね。はい、はい、では、ローゼリアさんでデスペルしますね。
ロゼリーさんはですね波動の杖を持っておりまして、スペルができるようになっております。なるほど。で防具結界を打ちます、はい、でティムさんですかさず魔力を下げます、はい、やっぱティムさんのダウンはですね、まあ、この辺の星6の子より、星6のデバッファーって呼ばれてる子より、うん、よっぽど下がってしまう、大事ので、まあ、痛くなくなりますね、はい、なので星5のパーティーでも耐えられるというわけになっております。で、今回は、はい、その攻撃が上がって、うん、じゃあ、魔力が上がってで、防御が下がってたので、うん、攻撃できないターンなのでデスペルをしたって感じですね、はい、でその時に上がってたものをティムで下げるっていう意味。そうなんですよ。難しい。難しいよね、はい、痛い、はい、払いましたね。力の闇を与えましたね、はい、ここで注意なんですけど、ベヒーモスの時と違ってちょっとターン数がねばらけちゃったりしてるので。なるほど。なのでそこだけちょっと注意ですね、ちゃんと見ながら、うん、まあでもあれですね、もし分かんなくなった場合はこの本当の闇さんをちょっと長押しすると今どっちが上がってるのか見れるようになるので、うん、はい、はい、いいんじゃないですか。いきますよ。精神下げですね。ちゃんととの攻撃です、うん、ナイスチェーン。このチェーンはやっぱねプブンってなるべく早くやればやるほど、はい、なんかつながるような気がするんで、うん、まあ、初心者の方とかでもつなぎやすいかなと思います、はい、では祈りいきます。はい、はい、めっちゃ回復した。そうなんですよ。 MP30 ですね、はい、すごい。 HP はやっぱりちょっと回復しづらいんですけど、うん、MP がしっかり回復するので、はい、すかさず入れたいところですね。はい、神代の守りやってるけど、まあまあ祈るんで、はい、上からかけていきましょう。でいきましょう。この時にデスベルを入れると攻撃が通らなくなるので入れられないんですが、はい、攻撃がねすごいしっかり上がっちゃってるので、うんうん、上からかけて、うん、まあ、こんな感じの状態にしてあげます。なるほど。はい、では敵の攻撃を食らいます。はい、ボコボコ来てますね。はい、うん、でまだこちらのターンなので、はい、トルネードいきます。トルネード。この時にトルネード、まあ、トルネード何それトルネードのマイマイいきます。ドドン。いくか。あ、いいっすね。あー、これ来ましたね。あ、もうこれ来ましたね。いいチェーンですね。この時に、はい、そのまま行ってしまうと、うん、かなりのダメージを食らうので、うん、デスペルをします。 HP が一定以上下がった時に強攻撃をしてくるんですね。そうなんですよ。グラビガをはじめとする、うん、今このぐらいだとおそらく打ってくるんじゃないかというターンなので、はい、このターンで、そのままにしてしまうとかなり食らっちゃうので、もうデスペルをして、はい、でかつ、はい、ここで、まあ、攻撃力をね、アタックを下げて、はい、まあ、レジストが出るので、はい、どちらかというと物理攻撃の方が怖いかなって、追い打ちの、ね、物理攻撃が来る時があるので、うんうんうん、その方が怖いかなということで今ちょっとやりましたね。はい、痛い。グラビガ。このグラビガはね、なんか防御結界である程度なんか、はい、下げられるみたいですね、はい、ダメージ軽減アビリティですね。さくらちゃんは本当に優秀。本当に優秀、はい、素晴らしい。素晴らしいです、マジで、はい、ただあれはですね、うん、あのレジストとかは出ないかなので、うん、あのなんだろう、魔力を下げても結局このダメージ食らいますね。なるほど、はい、割合ダメージなんですね。そうですね。それが言いたかった、ありがとう、うん、なんだっけ、なんだっけ、日本語みたいな。ではケアルガします、はい、多分これで交代のターンさらに上がったケアルガ。おお、ほとんど全開ですね。はい、すごい。いきます。はい、攻撃1回。ここで多分交代のお時間じゃないかなと思います。交代の時間来ます。はい、あ、来ましたね。魔の闇をもうこれは攻撃できないターンなんで、はい、復帰します。復帰で、この時にポイントなのが下がった MP をねしっかり回復してあげないと厳しくなってしまうので、うんうん、ここでちゃんとデスペルを打って、おっと入ってないな、レジストが。シャントットさんで聖なるトーチをしていただき、お、大事で、さくらさんは陣代ですかね。はい、陣代を、はい、大事ですね、しますね、うん、闇耐性を上げますね。基本的に今回の混沌の闇の攻撃は闇属性の攻撃なので、うん、闇耐性を上げるのがおすすめですね、はい、必ずデスペルして下げてあげないとかなりきつくなるので、うん、そこだけね注意していただきたいと思います。こう舐めるとは、舐めるとマジであかんですね。舐めるとあかんですよ。まあ一生って思った瞬間に絶滅しますからね、うんまあ、今回の縛りプレイだと HP もね、はい、かなり低いので、うん、シャンさんとかも2000台ですからね、うん、うん、かなりギリギリですが、ギリギリの戦いを繰り広げております。味噌汁です、はいはい、どうも味噌汁です、うん、まだ、防御が下がり状態なので、はい、耐えますね。
次に力の闇をまとった攻撃なんですね。はい、はい、痛い、まあ、めっちゃレジスト出てるでもいいね、いいですね、いいです。ガードしてますが、はい、6も痛いですね、結構 ね、 ですね、うん、やるがします。はい、で、ガードして、うん、次来そうですね、交代ターンがね、はい、次交代かなと。いいですね、闇を払う、はい、闇払う力の闇をまとう、はい、はい、ここで、ティムさんには攻撃力を下げていただきます、ね、そうですね、上から下げます。デスペルはしない。そうだけど、この時先に下げるともしかしたらトルネードで削ってしまうかもしれない。なるほど。そしたらデスペルした上から入れたかったってことがないようにちゃんとお伺いを立てます。お伺いを立ててから大事です。入れるのがまず大事ですね。これもいったな。あ、これいったな。あ、いきましたね、きましたね、これもね、いい感じですね、はい、強いですね。強い。ここでちょっとね、ターンがね、せっかくの自分のターンでもったいないんですけど、しっかりデスペルをして、はい、ティムで攻撃力を下げて、はい、それがね、守りですね、はい、陣内の守りを打ちます。うん、いいですね、ナイスターン。ふくらびがナイスターン代わりいいですね。うん、痛い。ブライナもうめっちゃ目見えなくなっちゃいましたね、今。めっちゃでも関係ないですね。そうですね、魔法パーティーは魔法なので、魔法パーティーいいですね、やっぱ。いいね、暗闇してくるので、うん、まあ、の全体 の、 その状態上回復持ってる子がいれば、ね、もちろん連れてってもいいと思うんですけども、はい、めっちゃいいんじゃないですか。で、はい、福間のささやき、MP リジェネですね、はい、はい、で切れたので防御結界を打ちます、はい、ここからはもうね、多分4ターン5ターン暇になってしまうので、ここでしっかり回復などをして復帰したいですね。さくらちゃん の、 その結界、防御結界は、まあ、前回もちょっとね、うん、お伝えしたかと思うんですけれども、精神とかも上がるんでね、防御精神が上がるんですね、うん、覚醒すると。そうなんですよ、はい、なんで覚醒めっちゃおすすめです。はい、はい、常にそのさくらちゃんの陣内も上げると、覚醒で HP が回復するらしいですね、うん、これもなんかヒーラー足りないみたいな時はめっちゃ使えるおすすめですね、うん、思います。はい、はい、で、このターンやっぱりね、魔法で攻撃されるので、レジストが出ればかなりね、うん、こういう感じで巻いた祈りが、はい、出せます。立て直しやすいし、 MP の回復もできるのでね、はい、かなり素晴らしい、いいですね、うん、では我がターンになりましたので攻撃していきたいと思います、うん、はい、やっと来たか。やっと来た、うん、削ってこう、いきます、出て、ずいと、ずい、いやー、おー、つながった、いいですね。おお、これはちょっと今ね、来るか来ないか微妙な感じですね。いや、これね、守った方がいいと思います。私さっきの過去2回を見てるとそう、過去2回ここでいや、いけるっしょってやっていけなかったんだよね。だからいけるっしょって言って行っちゃうと絶対削っちゃうんですよ。間違いないね、うん、だからこれはちょっとデスペルで待ちますか。デスペルですね、デスペル待ちしましょう。安全に行きましょう、安全に行きましょう、うん、MP もはね、ローゼリアさんが回復してくれるんで、うん、長期戦はね、はい、ドントコイなので。そうですね、間違いない。あ、危ない、あ、危ない、あ、危ない、ほら、これちょっとデスペル、サグラタソー入ってなかったし、あ、危ない、やばいね、これはやばいわ、危ないターン、危ないターンの、うん、行きましょう。これでゴーゴーってやるね、ゴーゴーしちゃうとちょっとやりたくないってなっちゃうからね、なっちゃうからしんな、はい、攻撃力を下げます。でもこういうちょっとね、縛りプレイすると、うん、もう立ち回りもなかなか真剣なものになってくるので、本当ですよね、まあ、楽しいですね。あ、来なかったですね、次だね、次ですね。じゃあちょっと削らないで耐えますね、これもう、はい、そうですね、下げられないんで、あ、怖いんで、もうデスペルしちゃったのであんまりね、うん、もう通んなくなっちゃったので、はい、もうこの長らく待ちになります。この味噌汁さんは終わり、ちょっと見送りますね、はい、大事。ここで、まあ、暇な時にですね、はい、魔力とね、攻撃をしっかり両方下げると、なんかこんな感じで祈れますので、これ絶対大事ですね。そう、超大事ですね、うん、でガードするのも大事だし、はい、入ってる時はもうガードして何もしない、守る。あ、わかりました、来た、それでお早いお帰りですよ。そうなんですよ、でもまだ私のターンではない、まだ私のターンじゃなかった、今私のターンが終わった、ま、た終わっちゃったか、私のターンが今終わった。しっかりデスペルして下げていきましょう、はい、じゃね、うん、ちょっと入ってないんで、うん、聖なるトーチしますね、はいはい、聖なるトーチも何かと思ってるとね、結構役立ってますね、はい、手間力を下げます、はい、でしっかり祈ります。これは祈り優先ですね、はい、MP をやっぱ回復したいですね、バーが祈りたいですね、うん、大きいレジスト、はい、やっぱ入れてよかった、ナイス、で祈ります、
っていきましょう。この結構ねシャンソットさんのトルネードは強いんですけども、うん、商品 MP もね48ですね。そうなんですよ、かなり多いので、でダブルクロマ法で倍消費するんで96か、はい、もう大体ね3回ぐらいです使えて。そうなんですよね、うん、一生懸命 MP に振って3回とかね、うん、なんでしっかりねそこで回復を測ります。はい、このシーンちょっとダメージカットとかね上から。そうですね、3ターン伸びますからね。そう、まあ、何かすら入れておくと、はい、攻撃のターンにしっかり攻撃できるんじゃないかなと思います。では、はい、多分でもこれ一発いくと削るんですよね。削れちゃう、またお休みターンなんですよ。そうですね、うん、まあでも大事、そういうの大事だよ。うん、大事、うん、さあしっかりダメージ出していこう。あーもう来ましたね。あー来ますね。あー来ました。あーこれは来ますね。あーこれは来ましたね。ではいつも通りデスペルして、はい、まあこれは絶対ですね、軽減入れる、はい、でローゼリアでデスペル。まあ、ローゼリアちゃんの波動の強さはかなりいいですね、まあ、もしくは、はい、厳重でスカルコを連れていくか、うん、で、今回カーバンクル連れてきてるんでね、うん、あのカーバンクルは闇が下がってしまうので 50%、はい、結構きついので、い、はい、精神上げるんだったら、うん、痛いけど大丈夫。レジストとナイス、いいですね。ここですかさずキャルが打ちます。ラクシミとシバがおすすめですね、うん、はい、はい、おーよ、これラクシミ、いやケアルガでいこう。いやケアルガですね、もう大体回復しますからね、うん、はい、そうですね、何かあった時のラクシミさんですか、ね、うん、そうなんですよ、はい、ローゼリアが落ちた時回復どうするみたいな時にラクシミさん打ちたいですね、うん、願わくば、願わくばローゼリアさんを全開させるためのいやラクシミ、はい、けど大丈夫、ラクサー、ラクサだ、あーボン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 、あーいいっすね、はい、でここで祈りを捧げていきます。はい、お願いします。ワードでいいですね、しっかり確認して、うん、人材の守り大事。キムさんねちょっと暇なんで魔法もね下げてます。暇ですね、ちょっとこれでもどっちも避けるとね本当にダメージ本当に下げられるんで、そうですね、安定しますね、はい、お払いましたね。おしかし私のターンではない。待ちます、3ターン待ちましょう。ここで、祈ります。祈ろう、回復を優先します。で聖なるトーチで同じことですね、デスペル。あでもちょっと今のはさくらちゃんでデスペルこのセームしてもよかったですね。なるほど、両方入ってますからね、はい、まあでもやれるときにやっときましょう。そうですね、何かしら正しい、はい、大事。じゃあ魔力を下げます、はい、でガードします。へい、はい、3ターンかなおそらくです。あもうおお、ですしなかったです。まあですは確率ですからね、はい、ですねですね、はい、確率です、ですです、祈ります。はい、で、どんな感じ、はい、いいですね、もうフルパワーですね、うん、はい、でここでまあ油断せず攻撃も下げておきます。はい、ガード、へい、はい、いやいいね、安定してる、いいね、安定する、めっちゃいいですね、はい、でここでちょっと全体的にちょっと怖いんでケアルガしときますね。ケアルガ大事ですね。おそらく次で交代っぽい気がする ね、うん、感じがするんですが、うん、まあ、油断せずに行きたい、うん、行きましょう。油断の禁物、禁物、はい、かなりの禁物、はい、お、いいですね、いここで、これもう一回来る気がしますね。そうだね、もう一回来るね、多分ね、もう一回ね、それでねチェインすると、まあ、ワンチャン削り切れる。いや、ノーちゃんだな、これは。ノーちゃんですか。いきます。さあ、あー、繋がんなかったおかげでなんか削れてないから、いや、これ絶対来るよ、危ない、絶対どっかに、絶対危ないよ。ちょっと待って、このみぞさん、ここで失敗はいかん。これ良くない。じゃあ、いきますか。良くないです。デスペルしますか。はい。あー、そうしましょう。うん。いや、来なかったとしても、これはね、やめたい方がいい。これはやめた方がいい。いや、絶対やった方がいい。なるほど。うん。今までの経験からすると。強気じゃない方がいい。いや、強気はダメだ。ここは強気はダメだと思うよ。確かに。うん、ここまで頑張ったからね。頑張ったから。勝ちを。勝ちをね。確実な勝ちを取りに行こう。取りに行こう。うん。オッケー。これでもワンチャンさ、精神下げたらどんぐらいいくんだろうね。伊藤さん、精神下げたら、あ、そっか、それで来てもまあ耐えられるか。そうそうそう、はい、じゃあちょっとやってみましょう。試しにね。試しにね、うん、こういう試しが良くないんだからね。後半って、安定した後半で試したくなるよね。そうだね。いきます、プリント。あ、でも
ぱね、これ1個削れるね。結構削れるね、普通に。これ普通にやった方が早いんじゃないの。そうやな。でも多分、まあ、MP がきつくなりますね。きつくなるんで、やっぱこのタイルターンは必要であるから、うん、大丈夫ですか、あの全部出番入ってる。この結果入ってる。 OK OK OK、 いいですね。あ、いいじゃないですか。いいですね。あ、よかった。これもう行こう。行きまーすね。これは行こう。祈るんですか。祈って。嘘、本当。これだよ。あー、いいですね。これでしょ。それだそれだ。これでしょ。これないっす。こういう時のこれでしょ。あ、こういう時のこれだ、うん、あー、全然いい。嘘はね、結構今あれだよ。結構今ちょっとワンシーン。そうだね、ワンシーン見えるよ、大丈夫。スタジオがざわつく感じだよね。なんとなく差し入れるんだけど、うんうん、挑戦をやめられないよ、ね。そうね、いけると思ったらね。そうね、行きたくなっちゃう。そうね、まだエリクターもあるからね。そうね、まあ、もう多分強攻撃来ないと思うんですね。はい、なんであとは削っていくだけなんですけど、うん、めっちゃ強いね。最終的に1000ぐらいいってますね。あ、しかも来た。これは勝ちじゃないですか。ただ2回打てない。エリクターですよ。エリクターを、エリクターをここでごくごくお飲みいただいて、佐藤様に、サンボット様、おほほほって、おいけ、いい。あ、これ決まったんじゃないですか。あ、これ決まったんじゃないですか。はい、おー、これ決まりましたね。大丈夫ですか。一応、まず追いかかり立てて、うん、トーチを投げるかどうか決める。そうですね。いや、これいったな。いい、つながれ。おい、おい、つながってね。そうさん、伊藤さん、今のしょぼくれ、しょぼくれはしちょいだよ、本当に。危ないね、今のひどいね。マジックキルしました。まあ、でも大丈夫です、うん、多分ね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。今のちょっとやばいよ、今の。あ、怖い怖い。チェイン大ですよ、みんなチェイン大だから安心、ね、して打っちゃダメ。本気で打たないと毎回。チェインってちょっと油断すると繋がんなくなるからね、どっかで。ですね。いきます。はい、デリート。ん、待って、精神下がってないよ、この。待ってなんか減らないなと思ったよね。なんか減らないなって思ったんだよね。もう耐えた方がいいんじゃないですか。そうだね、これ普通に耐えよう。スンと削りたいまでありますよ、空気的にね。うん、はい、ちゃんと油断せずにいこう。うん、でも完全に疲れてるんだね。そうだね、なんかすごく頑張ったからね。長丁場だからね、うん、って感じなんですよ。そうなんですね。でも倒すから、倒すから大丈夫。みそちゃん倒すから。ケイ、こいつですね。こいつ何度も何度もやってきやがって。本当だよ。あ、デスペルすんぞ。デスペルしたんだ。デスペルしたるぞ。アッパ入ってんだ今。嘘危なかった。逆だった、私の脳に。危なかったターン。あ、大丈夫大丈夫。はい、デスペルしたから痛くないですね。じゃ次で、ね、多分交代するんじゃないですかね。そうだね、祈っときますか。大丈夫ですか。いや大丈夫、いいですね。いける、いけますね。陣内入れて、これ多分大丈夫なんじゃないかなと思います。交代か。伊藤さんデバフ入れないって、まあ、多分打ってこないです。交代なんでね、はい、これでも入れてた方が安全ですよ、絶対絶対今の。じゃあ行くぜ。はい、まあ、ターン管理も大事ですね。だいたい3ターンで変わるものが多いですね。うん、いたー、やったー、やったー、長かったー。ねえ、めっちゃうーってなってた。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。まあね、まだストーリー終わってないという方も、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、すごいストーリーもいい話だし、はい、次の、ね、また大陸に行く何かがいろいろ起きたりするので、うん、ぜひぜひね、こちらクリアできなくてつまずいている方いらっしゃいましたら挑戦してみてください。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録も、動画の更新通知や生配信の通知が届きますのでぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。